の女性に対してこんなに最後の最後まで悩むとは思ったりなかったです。そういうとこはすごく好き。七子のことりんたろー追ってて、なんか泣いちゃった私が。楽しかった記憶とか塗り替えられちゃうかなとか不安。運命の人になりたいっていうよりかは運命の人でありたいと思ってるから、次もらうローズはこれからの未来をもらうのかなって。一番大事にしたいと思ってる人と結ばれるために乗り越えなきゃいけない、その覚悟はできてます。